ロマイル、はい、始まりました。で、ここから、実際の動きに入っていくんですが、はい、最終的に何か動きをちょっと組み合わせてブローを作っていきたいので、その中で使う動きをいくつか練習していきます。で、最初に、今やったクラブとリースとを入れ替えるときに使うアンダースイッチという、はい、クラブからスタートして、このままリースを振り、クラブを振り、リースを振り、使うときにやるときに使う、はい、一緒にやりながらいきます。はい、はクラブポジションをセットして、でまず右足、体の下を通します。右足、アンダースイッチと言ってます。右足と左の床に立つので左足の肩を出します。で、ここでピポットターンをする。右足、体の下を通して、右足が見えてきたら出たりします。で、リースを通します。で、今も逆モードに戻ります。右足、アンダースイッチ、右足を左手を出して、右足から下を押していって、この左足に戻っていきます。じゃあ今度反対側、左足、アンダースイッチ。あと上げていったら、そうそうそう、回って、ゆっくりゆっくりゆっくりって、最後にタッチ。左足、アンダースイッチ。左足が体の下を押して、クラブに戻る。OK。じゃあ今度僕のコース、まあ、ポールに合わせて、体の下を通す足を行っていきます。で、右足、アンダースイッチ右足、アンダースイッチ、レフトレッグ、アンダースイッチ急に本場すぎるライトレッグ、アンダースイッチ、そうそうそう、レフトレッグ、アンダースイッチ、ライトレッグ、アンダースイッチ、ライトレッグ離すし、ラスト、レフトレッグ離すし、よし、OK です。そしたらアンダースイッチを2回連続で今度やっていきます。はい、こんなるの早すぎて分かんない。ゆっくりゆっくりやって、はい、アンダースイッチして、で、ここで足を入れ替えて、クラブポジションから1回転360度してクラブが上がるっていうのをやってみましょうか。じゃあ一緒にゆっくりいきますジャンピングアンダースイッチ、右足ジャンピングアンダースイッチ、右足と左に浮かせたら、ここから周りに攻めて右足でスイッチ、で、そのまま周りに攻めてクラブが上がる。逆戻りでいきます。左足ジャンピングアンダースイッチ、左足のアンダースイッチでいったら足を上げて、そうそう、で、これをもっと速く足で上げていきます。ここから一気に、ここまで、そうそうそう、この左足、ジャンピングアンダースイッチ、ジャンプして、一気に上がる。左足、ジャンピングアンダースイッチ、左足、ジャンピングアンダースイッチ、普通のアンダースイッチも混ぜていきます。ライトレッグアンダースイッチ、ライトレッグアンダースイッチ、レフトレッグ、ジャンピングアンダースイッチ、ライトレッグ、ジャンピングアンダースイッチ、レフトレッグ、アンダースイッチ、ライトレッグ、アンダースイッチ、 OK です。でもすごいすごいよ、今その最初すごいよ、すごい。クラブリーチ、はい、ちょっとアニマルフローの動画とかだと出てくる、こういうでこうブリッジをしながら行うので、背骨をグッと伸ばしながらひねってねじるみたいなことを、あのクラブで動きを使いながらやっていきます、はい、そしたら一度クラブポジションを作って、足ちょっと広めにします、はい、でお尻を起こして、で右手を顔の前に近づけずに左に落ちて、でまずこのままお尻をぐっと高く上げていきます。そして目線は天井、そこから今度ひねっていきます。頭の目を囲うようにしていって、下の手を伸ばし、指先でくる地面に近づけて、近づけて、近づけて、こっちの手は外側に伸ばす。膝少し外に力を入れて、お尻に目いっぱい力を入れてください。で、股関節の前側が伸びてるのを感じながら、
同じ軌道で戻ります。リターンというのは一度手と目線を戻してきたらゆっくりお尻を下げていきます。で手を後ろに戻して、今度左腕でいってみます。左OK、 いい感じです。じゃあ一個前にやったジャンピングアンダースして今の動きをちょっと混ぜていきます。右腕クラブリターン、このまま反対側のブリッジ、セットが早いですね。長年やってるんですこれだと毎日僕20回やるっていう、20回やると気持ちいいんで、特に体って日常生活だと、こっち側に入りやすくなる、出発率が高くなりやすいので、その辺を開くというふうにやって、もう後ろのつながりがちょっと強くなって、で、やった後がやっぱり姿勢が少し良くなって、気持ちいい感覚になる、ぜひ今日覚えててください、これ。じゃあまずは、右腕クラブリーチを行います。そうそう、上がって、ひねって下。で、リターンクラブで戻ってきたら、手は使わずに、そのまま左足ジャンピングアンダースリーチをします。で右手使わずに そのまま右腕クラブリーチ、リターンツークラブから右足ジャンピングアンダースイッチインク右腕クラブリーチ、リターンツークラブはい、 OK です。すごい、なんかもう、あれですね、1回から10回の体の感覚って変わりますね。だんだんやりやすくなってきます、ね、だんだんその動きが体に入ってくる、そうするといろんなところが意識しやすくなってくるので、明日からやることが増えましたで、これ単体でこう今2つの動きをつなげたコンビネーションっていうのをずっと右左にやると、例えば今のをやることによって股関節が開かれて、うん、のつながりが、後ろのつながりが強くなるから、例えばそれを最初のムーブメントのプリパレーションみたいな準備運動でやることによって、その後に例えばじゃあウェイトやります、ヨガやります、例えばランニングしますとなった時にしっかりとつながり、体がリセットされた状態で使っていくので使いやすい。次ちょっとキックをします。サイドキックスルーとか、ちょうど前の90度で昔足をぐるぐると伸ばしながら反対側の手は斜めで、でここから足を戻してまた足を反対側のサイドをキープするという動きです。やってみましょう。まずビーストポジションを作って、まずは右足のキックをしていきます。右足サイドにします。そうそうそう、で前を90度に向かって足を、でつま先ピンと伸ばしていきます。で左のかかとを一度上げて、右足を折りたたんでビーストに戻ります。左足サイド、じゃあさっきの振るが幅を勢いよく、いやそんなことできないです。いいのそんなことできない。では右足サイドキックする右足アンダースイッチ、左足サイドキックする、左足アンダースイッチ、はい、OK です。じゃあこれもさっきの動きと組み合わせて、ね、じゃあクラブポジションです。左足ジャンピングアンダースイッチと真ん中で一瞬止まって、そのまま右足のセーブ、右足ジャンピングアンダースイッチで元の位置に戻ります。 OK、 右足ジャンピングアンダースイッチ、右足左足サイドキックです。じゃあ今やった動きを最後に組み合わせてやってみます。
オッケすごあとは見せ方によって少しスピードを変えて一回やってみます。またちょっと見え方が変わってくるので、同じことをやってもちょっとテンポを変えたり、ここで止めたりとか見せ方を変えることによって、コンテンポラリーダンスのような要素になってくるので、それもまたアニマルフローのいいところなので、ここでエクササイズをとってもいいし、こうダンスのフローにしてもいいし、リハビリとして使ってもいいし、このまま変えるだけでリハビリとして使ってもいいし、いろんなことがあります。でも今すごい。すごいしか言ってないけど、どう変わったんですか？変わった、変わりました、うん、すごいね、なんか元気になって、はい、この辺がありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。My breath and I say I'm the one you're looking for.